はい、コーツの趣味部屋へようこそ。今回もね、開封していきたいと思います。今回はねこちらになりますね。はい、ナルトから、ネンドロイド畑かかし、はい、こちらをね、開封したいと思います。いろいろね、パーツが付属してるんでね、まあ箱の感じはこういう感じで、一応ね、まあ海外限定なんでね、まあ日本では未発売ですね。はい、ではね、ちょうどいいんでね、カカシということで、こちらを使って開封したいと思います。シャリンガン。はい、ということでね、ちょっとね、箱を開封してブリスターの状態まで持ってきました。はい、こういう感じで入ってますね。手パーツと、区内腕パーツで、顔パーツ、足パーツで、額当てで、雷切り、はい、で、面白いことにね、こちらが付属していました。はい、イチャイチャパラダイス、イチャイチャパラダイスがね3巻ありますね。しかもこれイチャイチャバイオレンスとかもね、多分これシールで多分上から貼ってかな、この下が貼られてないから自分で貼るんだな、この2つは。はい、そういう感じだな。イチャイチャパラダイスとイチャイチャバイオレンス、はい、あとなんだっけ、あとイチャイチャタクティクス、はい、このイチャイチャ3シリーズね、こちらも付属するんですけれどもね、まあここら辺細かいよね、ということでね、じゃあ実際にね、いろいろと、出してねいじってみたいと思います。はい、ということでね、ちょっとね本体だけ出してみました。いや、なかなかにね、重量感がありますね。顔がでかいからね、まあそれはネンドロイドシリーズ共通なんですけどね、いいですねこのやる気のない顔いや本当ね、かっこかわいいですよね。で、あとね発見したのはね、すごい細かいんですけど、鈴、この鈴がね、鳴ってるの分かります？あこれちゃんと鳴る鈴がね付属してるんですよ。で、なんかこうね、最初の頃の方のね鈴をつけて、3人で撮るっていうね、あの場面も再現できるっていうね、はい、この鈴が ついてましたね。はい、で、まあとりあえずね、ちょっと頭部パーツを取っ替えてみましょう。はい、ということでね、頭部パーツ、変えました。ちょうどね、両方ともシャリンガンのパーツ、こちらをねちょっと取っ替えてね飾りたいんですけれども、まあいろいろと頭部をね差し替えてねお見せしようかと思ったんですけど、なかなかねこれちょっとねはめづらいっていうか外しづらい点があるんで、ちょっとねあんまいじくるとまた何かしらやっちゃいそうなんでね、私の場合ねなので、とりあえず、この状態で、あとはね、まあポーズをちょっとつけたりして、まあちょうどね、飾るようなポーズを決めたいと思います。は
はい、ということでね、いやいろいろね苦戦したけどね、一応ポーズ決まりました。はい、やっぱりねかかしといえば雷切でしょう。はい、ということでこの雷切をね発動しているポーズ、こちらでね、私には飾りたいと思います。 いいねかっこいいわこれ、雷切り。ただね、この台座とね離れすぎちゃってね、はみ出ちゃうっていうね、難点のドアメあるんですけどね。あとね、やっぱちょっとね、まあ、前傾姿勢になっちゃうというかね、まあ前方に荷重がね行っちゃってるんで倒れやすいんですけどね。まあ多分台座後ろの支柱なくても自立するとは思うんですけどね。まあ一応そこら辺はね、まあ個人個人でまあ考えて飾るっていう感じですよね。ということでね、今回はね、ネンドロイドの、畑かかし、はい、こちらのもね、購入しまして、開封させていただきました。もしよろしければね、また、ナルト別のね、フィギュアとかね、紹介していきたいと思いますんで、チャンネル登録して、お待ちください。ではね、今回はこれにてご視聴どうもありがとうございました。